平面ののシーンの変換を考えてきましたで、遮影変換、ホモグラフィーが一番一般的だという話でした。じゃあ、そのホモグラフィーはどういう性質を持っているのかちょっと考えてみましょう。今まではこういう設定でした。シーン中に平面があって、その平面が画像に投影される。画像平面に投影されますこの時にホモグラフィーで座標が変換されました、まあこういう。こういうものですね。平面中の座標 W がホモグラフィー T1 で画,面画像中画像位置中の 座標 X1 になりました今まではカメラ1つだったんですけれどもカメラ2つ目に現れたらどういう,かどう,いうことになるかというと1を2に置き換えて全く同じことになりますここかこの C の中の平面からホモグラフィー T2 を使って画像長の点 X2 になりますまさにこの式ですねじゃあ C 中三次元空間中の平面と平面をこうホモグラフィーで変換できるので こここにあるこの2つの平面の間で点の変換がホモグラフィーでできるかっていうとできるんです考え方はこうです平面真鍮の平面から t1 でこっちに来たんだったら t1 の逆で戻るそれから t2 に行けばいいでしょうそうするとここからダイレクトに行ったことと同じになります書き方としてはこうですね t1 の逆関数と t2 が t3 になるこの二つを移りこの2つを,移り2つを移り、えー、変換するホモグラフィーです これれがホモグラフィにになってているかかかどうは確認しば簡単わりますこ,こは T1 のホモグラフィーの式こっちは T2 のホモグラフィーの式です。T1 の方に両辺に T1 の逆、えー、とインバース逆行列をかけてしまいましょう。そうすると右辺はダブルだけになります。それをここに代入します。代入したものがこれです。でここは T23×3 です。 ラムダ1スカラーです。T1 の逆行列はまた 3×3 なのでここは1つの行列にまとめることができてしまってそれがこの T3 というホモグラフィーの行列になります。そうするとこれは T1 をホモグラフィー、あ、X1 ですね、X1 座標をここの座標をホモグラフィーで変換すると2番目のカメラの座標になる。これがまさにここで言ってることです。なので2つのカメラがあったらその間の 変換は、ホモグラフィー1つでできます。ただし、シーンが平面の場合にはです。これが三角形だったり、2の形だったり、複雑な形で平面じゃなければ、座標を対応する2つの点の間に、こんな簡単な式は成り立ちます。平面の場合にこれが成り立ちます。じゃあ、もっと一般にこのホモグラフィーの意味を考えてみましょう。このホモグラフィー X1、X2 が右辺です。これは同時座標を で表してますで同時座標を 3×3 の行列をかけているのでこれは線形変換になります同時座標の。で線形変換なんですが同時座標は前も言ったように原点から伸びるこの直線上のどこかの点を表しているつまりこの0直線を表していることになります。ということはこの意味は言い換えるとこの0直線の線形変換を表していることになります。 ちょっとイメージがつかないつきにくいかもしれないんですがこの直線が線形変換されて別の直線になるそれを全部の点にやると画像上で見え方が変わってホモグラフィーで映るということになりますただちょっとイメージがつきにくいので逆に考えてみましょう例はまあ固定して、まあ、こういうこ線直線が物画像のあカメラの中心から物体まで伸びてると思いますでこれは固定してこの画像平面の方をいろいろ変えてみましょう そうするとここでこう切った画像平面とここでこう切った画像平面ともうこんな画像平面があります。これは平面なのでこの間をホモグラフィーで写ることになります。ということはここを頂点とした多角錐のようなものですねそれをスパッと切ったらその切った形の変形がホモグラフィーで表されるということになります。もっと簡単な状況でこういう画像平面じゃなくて こういうものだったらカメ,ラ座標カメラの中心は固定してそこからぐるーっと回しますそうするとシーンが物体を固定してシーンだけがシーンは固定してカメラだけが変わるとこういうふうに画像平面が動いていきますそうするとこれは何をしているかというとまあパノラマ画像を撮るような感じですよね中心を固定してずーっと回転するからそうすると画像平面はここからこういうふうに動いていきます でこの間の2枚の変換はすごく簡単で実はこういうふうに解析的に書けます。ここはカメラが同じものだと仮定しているのでカメラの内部行列をまず逆す逆行列で書けます。そしてここからここへの回転を書けます。で回転を書けたらもう一回カメラの内部行列を書きます。そうするとこれはホモグラフィー。この2つのホモグラフィーを表す 2, つ2枚の画像のホモグラフィーを表していることになります。こういうい 家庭を使ってパノラマ画像を作るアプリケーションもあります。